聞いた、別れたとしても、その、ジザティンと今日コラボしたの聞いたわ。聞くだろ。俺が悪い。後悔してもしょうがねえもんね。本当反省しよう。
ても何やってもまあ変わらん、変わらないな、俺の気持ちは変わらんけどな。それは変わらんでしょ。別にさ、両方好きだから別に俺が相手のこと好きなんだじゃない、相手が俺のこと好きだから俺が好きなんじゃないんだからさ。でしょ。さ、まさかだったわ。ちょっと突然別れたと思ってなかったんだ。俺の方が大人だからな。俺の方が42だしさ、俺はもっとだから広い心を持たない、広い心を、大きな器がな、広い心を持ってるはさ誓っただけよ。だからそれをガタ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 言ってたの。普段こう放送に来ない人は別にいらなくね、なんか別に、申し訳ないけど普段来てないんだからさ、ただ煽りに来てるだけでしょ。そんなコメントって別に何とも思ってないよ、申し訳ないけど。
いらねえよ。わかんねえんだったら、わかんねえんだったらどんどんブロック入れていくよ。ハールコメントはもうダメだろ、リスナー叩きとかさ。リスナー叩きとか煽りと連投はやめろって言ってるの。こっちは真剣だったんだからさ、本当さ、冗談抜きで。で、お前らわかんだろうよ。だから俺が悪いんだよ。じゃ俺が悪いんだよ、今回のことはまず。ぐじ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 さ、同じことで怒鳴ったからさ、それはいけないんだよ。だから分かってるよ。早見いらっしゃい。それは俺が反省する点でしょ。だ聞いたのも、内田ティンとのそのコラボ配信を聞いた、ほんと精神的に聞いたわ。別れてると思ってなかったから、そこで別れてるよって聞いたから、すげえ聞いたわ。マジで。俺は別れてると思ってなかったから、そこで別れてるよって聞いたから、すげえ聞いたよ。